日本北海道札幌市とよひらく羊が丘。札幌羊が丘展望台札幌ドーム羊が丘は、北海道札幌市とよひらくにある地区。札幌市街や、札幌ドーム、石狩平野などを見渡すことのできる、札幌羊が丘展望台があることで知られている。この地域は、もとは、焼け山の一部であった。羊ヶ丘という地名は1906年に、農商務省 月産種牛牧場が創設、後1919 19年に月ム種羊場が設置され通称種羊場と呼ばれるようになったことに由来し、1944年に地名変更で今の地名に解消されて現在に至っている。札幌市が定める地名表記は羊が丘ではなく羊が丘である。しかし、 札幌羊が丘展望台や羊が丘通り郵便局など、化粧機が広く使われている。この地域は、札幌羊が丘展望台や、札幌ドームを除けば大半が、国の研究機関等で占めており、関係者以外の立ち入りが厳しく制限されている。そのため、この地域においては宅地化の影響を受けず現在でも、昔ながらの風景が色濃く残っている。 北海道農業試験場の補助。写真左下には、札幌羊が丘展望台がある。下記の通り、羊が丘一番地内には、札幌羊が丘展望台、札幌ドーム、その他研究機関等が、同一の所在地にあるというのが注目できる。羊が丘通り所在施設に関するリンク、ありがとうございます。